2024年4月からデジタルデザイン科は 3DCG ゲームアニメ科に生まれ変わります。イエーイ。どんなことを学んでいくのか約1分間で紹介します。それではどうぞ。 3DCG ゲームアニメ科はより専門性の高い 3DCG に特化した学科で、様々な授業を通して立体造形力を学習し 3DCG クリエイターなどを目指します。専攻はゲームに登場するようなキャラクターやモンスター、建物の造形など、ものづくりをメインで学ぶ 3D モデリング専攻。 3D で制作したキャラクターやモンスター、植物などに動きをつけることで命を吹き込むモーション技術を学ぶ 3D モーション専攻があります。目指す業界は主にゲーム・アニメ業界。目指す職業は 3D モデラー、3DCG デザイナー、背景デザイナー、モーションデザイナーなどです。3DCG の技術はほぼ全員がソフトを触ったことがない初心者です。私たちも最初は苦戦しました。でも先生たちが一から操作方法をしっかりと教えてくれるので、パソコン操作が苦手でも大丈夫です。もっと 3DCG ゲームアニメ化のことを知りたいと思った方はオープンキャンパスにお越しください。待ってるよー。